APC は人では APC 遺伝子によって行動されるタンパク質である。DP2.5 としても知られる。APC タンパク質は β カテニンの濃度を負に制御する調節因子であり、細胞接着に関与するイーカドヘリンと相互作用する。APC 遺伝子の変異は大腸がんにつながる可能性がある。APC は癌抑制遺伝子に分類される。 癌抑制遺伝子はがん性腫瘍につながる可能性のある無制御な細胞増殖を防ぐ APC 遺伝子から産生されるタンパク質は細胞の腫瘍への成長が決定されるいくつかの細胞過程で重要な役割を果たしている APC タンパク質はどの頻度で細胞分裂を行うか組織内で他の細胞と どのように接着するか、細胞がどのように極性化するか、三次元構造への形態変化、また細胞が組織内を、または組織から離れて移動するかどうかの制御を助けている。このタンパク質は、細胞分裂の際の染色体数の保証も助ける。APC タンパク質は主に他のタンパク質、特に細胞接着やシグナル伝達に関与するタンパク質のとの結合によって、 これらの役割をこなしている。特に APC タンパク質による β カテニンの制御は重要である。β カテニンの調節によって細胞分裂促進遺伝子の高頻度での活性化が防がれ細胞の過剰増殖が防止されている。人の APC 遺伝子は5番染色体の長腕のバンド Q22.2 に位置している。APC 遺伝子は IRS を含んでいることが示されている。 人の APC タンパク質は2843、アミノ酸からなり、予測分子量は311646である。N 末端のドメインのいくつかは原子分解能で構造が解かれているが、タンパク質の大部分は天然編成状態であると予測されている。アミノ酸、残機800番から2843番までの領域が生体内でも構造を取らないのか、 おそらく未同定のタンパク質との相互作用によって安定な複合体を形成しているのかは不明である。近年 APC の中央部の MCR と呼ばれる変異密集領域がインビトロで天然編成状態であることが実験的に確認された。大腸がんで最も一般的な変異は APC を不活性化する変異である。APC に不活性化変異が存在しない場合、 高頻度で、β カテニンに活性化変異が存在する。APC の変異は遺伝性であることも、体細胞で散発的に生じたものであることもあるが、多くの場合、他の遺伝子の変異によって DNA の変異が修復不能になった結果生じたものである。がんを発症するためには、APC 遺伝子の双方のアレルに変異が生じていなければならない。APC、または、 ベータカテニンの変異が発がん性のものとなるためには、続いて他の変異が生じる必要があるが、APC 不活性化変異の保因者の場合、40歳までの大腸がんのリスクはほぼ100%である。家族性大腸腺腫症は、APC 遺伝子の遺伝的な不活性化変異によって引き起こされる。FAP と関係した APC 遺伝子の変異は800種類以上記載されており、 こうした変異の大部分は切り詰められた非機能的な APC タンパク質の酸性を引き起こすものである。こうした短いタンパク質は細胞の過増殖によるポリープの形成を抑制することができず、またポリープは眼性となりうる。FAP で最も一般的な変異は APC タンパク質の1309番の部位に生じる誤塩基体の血質でありフレームシフトが生じる。 APC タンパク質の1307番残期が、イソロイシンからリジンに置換された変異は、アシュケナジムのユダヤ人の約6%が保有している。この変異は当初は無害であると考えられていたが、大腸がんのリスクの10-20%の上昇と関係していることが近年示された。APC タンパク質は通常、サンプリピートなどを介した相互作用によって、アキシン、 GSK-3 と共に、β カテニン分解複合体を構成している。β カテニンに対する最初のリン酸化を行う、カゼインキナーゼ1の助けによって、GSK-3 は2つ目以降のリン酸化を行うことができるようになる。これによって、β カテニンは指チン化の標的となり、プロテアソームによって分解される。その結果、 ベータカテニンの核への移行は妨げられる。WNT シグナルは分解複合体の解体を引き起こして、ベータカテニンを安定化し、ベータカテニンは核へ移行して、増殖遺伝子の転写因子として機能する。APC の他の機能として、APC は微小管へ標的化されて、微小管を安定化しているのに加えて、PDZ 結合ドメインを介した、相互作用によって、 アクチンフィラメントとも間接的に結合している可能性がある。APC による β カテニンの結合は、サンプリピートを介したアキシンとの結合と同様、分解複合体中でのタンパク質の機能に必要不可欠であると長らく考えられてきた。こうしたモデルは、一般的な APC の MCR の機能、喪失変異ではいくつかの β カテニン結合部位と、 サンプリピートが除去されているという観察によって裏付けられていた。しかし APC と β カテニンの直接的な相互作用は β カテニンの分解には必須ではないことが近年示され分解の効率を高める役割を果たしていると考えられている。家族性大腸腺腫症の患者の腸 APC の変異は大腸癌などの癌で初期に生じていることが多い。 ファップの患者には生殖細胞系列変異が存在し、そのほぼすべてがナンセンス変異、またはフレームシフト変異で切り詰められた APC タンパク質の酸性が引き起こされている。生殖細胞系列変異は1061番と1309番アミノ酸残機に集中しており、一方、体細胞変異は MCR と呼ばれる1286,513番残機の領域に集中している。こうした変異によって、秋新結合部位や、β カテニン結合部位である 20ALB との多くが失われる。APC はニコチン性アセチルコリン受容体をシナプス5部位に極在させる、タンパク質複合体を形成する。 さらにこの複合体はシナプス後のニューロリギンを介してシナプス前のニューレキシンへ逆光性シグナル伝達を行いシナプスの成熟に関与していると考えられている APC の多形は自閉症スペクトラム障害とも関係しておりこうした APC の役割は神経機能に重要な役割を果たしている可能性がある APC は次に挙げる因子と 相互作用することが示されている。ありがとうございます。